腕の仕業学生時代スキー教室で長野に行った時の話だ俺は都会っ子でさ今までスキーなんかやったこともねえしそもそも壁みたいな雪自体見たこともなかった昼前に旅館に着いてまず自室に荷物を運んだ その後は飯。まあそこそこうまかった。飯を食い終わったら、そのままゲレンデにバスで直行。旅館から10分くらいだったかな。すまないが名前は忘れちまった。ゲレンデの入り口にはでかい建物があって、そこで全員スキー用具を借りるんだ。 装着が終わった班からインストラクターについて滑りに行ったよ。というか、軽度の高所恐怖症だったからかもしれないけど、リフトってジェットコースターより怖かった。そのまま日が下がってくる頃までヒーヒー言いながらスキーしてた。それがきっかけでショートスキーとかやるようになったから、スキー教室って、 結構教育上重要なのかもしれない集合時間が迫ってきたこともあってインストラクターから帰りの指示があった後ろに列をなして八の字走行でついてこいってやつ最初に集まった建物からちょっと離れたところで傾斜はなくなってるからそこからは 担いで歩いて行った。その時なんだけど、前方の建物の屋根の縁に妙なものが見えたんだ。当時は今ほど目が悪くなくて、白い屋根の縁んとこからなんか真っ黒いのが飛び出てんの。それは近づくにつれてだんだんはっきりしてきてさ。 建物の下に着く頃にはなんだか分かった。どうも手みたいなんだ。真っ黒い。同じ班の奴に言っても見えねえらしく、馬鹿言ってんじゃねえ、みたいな態度を取られた。生徒が全員集まって、先生が前で何か話してるんだけど、意識と目線はずっとそれに言ってた。 だって明らかに手だし、微妙に動いてんのも気持ち悪かった。そうしたら突然、その手がうねって伸びたと思ったら、屋根から生えてるつららが横にずれるように落下してきてさ。あ、はあ、はあはあはあああああああ。って声上げちゃって、みんな一斉にこっち見たんだけど、それどころじゃねえし。 ラ田が落ちてきた場所には他の学校の生徒が集まってる最中でみんながこっちに注目して時には女の悲鳴が聞こえたどうも女生徒に当たったんだかで大騒ぎ1メーター近いラ田がぶつかったんだから重傷だったのかもしれない通常ああいうとこの屋根下は危険だから 入れないようになってる。もちろんその建物もなってた。ただ、つららが落ちてきたのは、そこから4.5メーター横に行ったとこ。普通はそんな事故起きるはずねし、そもそもつららが縦じゃなくて根元の方を頭にして落ちてくるなんてのは、絶対にない。結局その子は、 骨折ぐらいで済んだらしい。死ななくてよかったよ。 12月に横浜で怪談朗読イベントをやります開催日は12月21日土曜日チケットは概要欄の URL から変えますそして2つ目の告知は全国各地で視聴者様から会談を聞くイベントを1月から3月まで毎月やりますこちらのイベントの参加費は無料となっておりますチケットは概要欄の URL から変えますご応募お待ちしております 覗き込む女。俺の家は戦時中に完成した割と古い部類に入る。今俺が使っている部屋、親父が使っていた部屋、そしてじいちゃんが使っていた部屋は同じ。つまり長男が代々勉強部屋なり書斎としてなり、 譲り受けたものその部屋で親父とおじいちゃんは変なものとこんにちはしてそいつを撃退してるらしいその変なものとは窓のところで逆さまになって部屋の中を覗き込んでくる女性の頭女性は一見単発に見えたがよく見ると 髪が焼けただれたようになっていて、頭皮に張り付いていたと。九段の部屋は二階だから、外から普通の人間が覗き込んできてるということは考えにくい。ちょうど机が窓のある壁にぴったりくっついていて、下に落としていた視線を上に向けると、窓が真ん前に来る。 そこにそんな生首が現れたら心臓に悪いことこの上ない。元日本陸軍の技官で、当時は某電機メーカーで電子機器開発の研究員をやっていたじいちゃんは、会社の仕事なのか個人研究なのか、ある夏、部屋で高圧電流を使う実験をしていたらしい。 ふと手を休めて網戸を張った窓に目をやるとその女性の頭がじいちゃんをじいとと睨んでいた普通ならば驚いて悲鳴を上げる後ろに後ずさるとかするだろうだがさすがじいちゃん何を思ったのか手元にあった電極をその女性の頭にぐいっと押し付けたらしい 特に悲鳴やバチッという音は鳴らなかったらしいが、その女性の頭は一瞬ビクッとなって落ちていったとか、木になっていた柿が屋根に落っこちてゴロゴロ転がるときと同じような音がしたらしい。さて、次は親父。 じいちゃんと同じく電気屋になった親父はある夏、九段の部屋でハンダゴテを使って電気工作をしていたとか、ふと手を休めて網戸を張った窓に目をやると、九段の女性の頭が親父を凝視していた。普通ならば驚いて悲鳴を上げる、後ろに後ずさる。だが親父は、 じいちゃんからこの女性の生首の話を聞いていたからなのか、そこまで驚かず手元にあった熱したハンダゴテをその女性の頭にグイと押し付けたらしい。親父が言うに焼けてブスッと食い込む感じがしたけれど妙に感触が軽かったと。そうしてやっぱり女性の頭は落ちていったらしい。 親父とじいちゃん、その生首に遭遇したのは、二人とも二十五歳の夏だったらしい。俺にもやってくるなら二年後。残念ながら俺は、親父やじいちゃんと違って、電気屋じゃなくて、化学屋になってしまった。俺は、親父やじいちゃんみたいな電気技は使えない。 親父やじいちゃんが使っていた机の引き出しに塩基を入れておくか酸を入れておくか火酸化物を入れておくかにちょっと真面目に悩んでいる俺の自宅は戦前からある某大手写真機製造者のすぐそばにある単に一般用のカメラだけじゃなく偵察機に搭載する 航空写真機まで製造していたらしい。もちろん、学徒動員もされた。そして空襲も何度かひどいのがあって、一度うちの近所に遺体が散乱する事態になったらしい。じいちゃんや近所に住んでいる高齢者の方は、それ以外に化けて出るような心当たりがない、と言っている。 後日談おととしこちらに書き込ませていただいた話の続きです何のことかわからない方も多いと思いますが失礼します祖父父そして俺は代々実家の2階にある部屋を書斎や学習部屋として受け継いでいる 父と祖父はそこで二十五歳の夏に奇妙なものと遭遇した。その奇妙なものとは換気のため開けてある窓の外から部屋の中を覗き込む焼け焦げた女の生首。電気屋だった父と祖父はその生首と遭遇した時仕事や趣味で使っていたハンダゴテや 電気ケーブルを押し付けて撃退してきたそしてついに九段の生首が先日俺の目の前にも出現した祖父父の体験を再三にわたって聞かされてきた科学屋の俺は前々から有機勇梅でもぶっかけてやろうかと思っていた結局のところ俺も祖父 父に習って撃退することとなったが、全く予想もしない方法となってしまった。まず俺は、極めてお酒に弱い。どの程度弱いかというと、消毒用霧吹きに入ったアルコールを吸い込むだけで、へなへな、となるほど。俺の酒に関する恥ずかしいエピソードは、 別の意味でホラーじみているが、ここでは割愛する。生首が出現する日の前夜、俺は研究室の教官に無理やり飲まされて、早朝に這うようにして帰宅した。そして時折、洗面器のお世話になりながら、窓を全開にして、涼しい風を浴びていた。 窓際の机の上に突っ伏していると突然首筋にヌチャッとした感触を感じたスライムや血のような感触というよりも雑巾を首にかけられた感触に近かった頭痛をこらえながら目を開げるとそこにいたのはお約束の覗き込む生首 生首は窓枠に乗りかかってるのではなく、宙に浮く形で現れていた。突然のこんにちはに動転した俺は、奇妙な叫び声を上げた。それが悪かった。俺はその時、息をこらえるよう、二日酔いに耐えていた。突然大きな声を出してしまったのがいけなかったのか。 それとも驚愕と緊張で胃腸が大きく動いたのかそれをきっかけに胃の内容物がこみ上げてきた内容物を書類の載った机の上に落とすわけにはいかない生首のことなどそっちのけで窓の外に自然と口が向いたそして 放物線上に窓の外に放射された土砂物は生首を直撃。土砂物の半分は生首に直接かかって、残りの半分は首を窓の外に出したから屋根瓦に直接落ちていった。嘔吐感が落ち着いた頃、ようやく俺は生首に、 再度注意を払えるようになった。生首は怒ってるようにも、泣きそうなのを無理やり笑おうとしてるようにも見えた。さすがにひどいことしちゃったかな、と思い、何か声をかけるべきか、と考えたとき、生首はストンと屋根に落ち、ゴロゴロと転がり落ちていった。 すぐに一階に降りて着地したところを見て回ったが特に生首の跡は発見できなかった結局後で見える形で残ったその出来事の遺物は屋根瓦の上にぶちまけられた俺の胃の内容物だけだったこの生首は俺の実家が潰されず残ってる限り 俺の子孫のところにまた現れるかもしれない万が一俺が結婚できるようなことがあったらぜひ子供に伝えて撃退を指南しておこうと思うやっぱり心の準備ができていれば余裕を持って対処できそうだから 肝試し去年の夏の話職場の先輩から電話で「ドライブと肝試しに行かないか」と誘いがどっちも大好きだった俺は喜んでテンション上げながら迎えの車を待った先輩の車が俺のアパートに着き 助手席には先輩の彼女 S さんが後部座席のドアを開けると俺のテンションはマックスまで上がったそこには S さんの友達 M さんが足を組んで座っていた M さんは俺より2歳年上で小柄で幼い顔をしながら巨乳でおしゃれな女性 だが話をするときはなんだかすべてを見透かされてるようだった。常に人をからかうような笑顔を浮かべた、何とも言えない魅力的で、俺がしきりにアプローチをかけている女性だ。S さんが言うには第六感が強く、霊感はもとより予知夢も見るんだとか。 特別美人というわけではないが隣にいるだけで魅了されるタイプ俺は喜んで車に乗った先輩曰くそう遠くはない山中の廃村に行くとのことだが俺はそれより M さんを口説くのに必死だったそうこうしてるうちに ハイソンの入り口付近の荒れ果てた一軒家に着いた。そこで M さんがいつもの人を小馬鹿にしたような笑顔を浮かべたまま、私は車で待ってるから、と言った。それを聞いた S さんも何かを感じ取ったのか、私も車に残る、と言い、 結局男二人で一軒家へと向かった玄関の引き戸はもちろん鍵なんかかかっておらず簡単に中に入れた狭くて古い二階建ての一軒家玄関を入ると左の方が台所そして間に仕切りのない今。 台所の向かいの壁の方中央あたりに階段。しかし、なんだか妙な感じがした。生活感があるのだ。外観は今にも口当てそうだが、中は割と綺麗で、ぬいぐるみやカーペットなんかが、ついさっきまで人がいた気配を漂わせている。 空気の乱れとでも言うのか。俺は初めてだったが、この配送は割と有名な心霊スポットだ。そこに人が住んでる。室内は外よりもひんやりとしていて心地いいし、まあ、不老者なら住み着いていてもおかしくはないか。 先輩も同じことを考えていたらしく、顔を合わせ、しらけたように、出よっか、と言って、玄関に向かった。その時、ぎしっと、階段から音がした。反射的にそちらに振り向くと、階段に10歳前後の女の子が立っている。 女の子は無表情に俺たちを見た。俺たちは驚いて、とにかく家から出ようとすると、その子が大きな声で2階に向かって、お母さん、お母さん、と叫び始めた。焦った俺たちは急いで外に出て、車に転がり込んだ。通報されて、 解放される。そんな感じで先輩も急いで車を発車させようとした。だが、そこで M さんが、大丈夫よ、女の子がいたんでしょう。と言った。俺と先輩は顔を見合わせ、同時に M さんを見た。 そんな俺たちを見て、M さんはいかにも楽しそうに、キャッキャと笑った後。大丈夫。あの女の子、生きてないから。確かに、女の子があれほど騒いだのに、明かりもつかず、物音もしない。ほら、もう一回見てくれば。 相変わらず楽しそうに M さんが言った。M さんに言われるとそうしなくてはいけないような気にもなる。先輩と二人でもう一度見に行くと先ほどとは全く見る影もないすさんだ家。カーペットもぬいぐるみもそこにはなかった。 M さんはいつもと変わらない俺と先輩は無言で放心状態 S さんはそんな俺たちをニヤーと眺め先輩と運転を代わって帰路に着いた先輩曰く M さんと S さんのコンビはいろいろと面白い話があるとのこと 確かに M さんと出会ったから不思議な体験をいくつかしたような。暇があれば書こうと思っているが、俺は最近ようやく M さんの携帯アドレスをゲットし、どうやって二人っきりのデートに誘い出すか頭を悩ませている。 友人の子小学2年生の頃の話私は母親とその同僚兄と共に母の同僚の家に遊びに行った夕方になって近所の銭湯に行ったんだがそこでおかしな体験をした 母と M さんは女ゆえ、私と兄は男ゆえ。体を洗って湯船に浸かった。他の客はじいさんが五六人ほど。私と兄は端っこの方で湯に浸かっていた。しばらくするとじいちゃんの一人がげんな顔をしてこっちに来た。 そして、目の前から一メーターくらいのところで、こう言ってきた。ああ、地球人の子か。おいみんな、地球人の子だ。えと思ったら、別のじいさんが。珍しいな、本当に地球人の子か。 と言いながら近づいてきた。湯船の中をゆっくり歩きながら、全じいさんが集結しつつあった。幸い端っこにいたので、怖くなった私と兄は湯船を出て、船頭から出ようとしたが、仲間っぽいじいさんがいたので、便所の台の方に行って鍵をかけた。 私と兄は聞き耳を立てていたが、どうやら扉の外に誰かいるようだ。泣きながらしばらく待ったが、いきなり兄が扉を開けて出て行ってしまったので、私も必死に走ってついて行った。全裸で外に飛び出すと、兄が服を取ってきてくれた。 心臓をバクバクしながら母たちを待っているとしばらくして出てきた母が早かったんだねじゃあ帰ってご飯にしようかみたいなことを言っていたので母の手を取って歩きながら今起こったことを話した普通こんな時母親ならなんて言うかな そんなことあるかねえとか、なに言ってんのとか、そんな感じになると思うよな。でも、母の反応は全然違ったんだ。無視されたんだ。しかも、こっちを全く見てなかった。私はいよいよ怖くなって、兄の方に行って、 二人で、なんか変だ。なんか変だよね。とか言いながら、その日はその後、その話題を出さずに帰った。その後、母と母の同僚の M さんにその話をしても、ねえ、覚えてないよ。と言われる始末。 ふに落ちなかったが、兄とはちょくちょくその話をしていた。特に昔は UFO スペシャルとかよくあったから、その手の番組が放送されるたび、あの時の話になった。そうして私が中学二年生の時、例のごとく UFO スペシャルの特番が放送されていたので、それを 兄と二人で見ていた。私が、あれ、結局何だったんだろうな。と言うと、兄は、は何がなんと兄は、すっかり忘れてしまっていたのだ。だって、毎年数回は話していたのに、いきなり忘れるかな。 もし忘れていたとしても、詳細を話せば思い出すと考え、話したんだけど、全く思い出してくれなかった。あれからことあるごとに、例の話をみんなにしてるんだが、ああ、また始まったよ、状態だ。ところが確認したところ、どうやら母と同僚の M さんは、 銭湯に行ったことは覚えてるらしい。だが兄だけが全忘れ状態。それで最近母が M さんにその話をしたところ、その銭湯はまだある、とのことだった。だからちょっと怖いんだけど、今月中に行って確かめてみようかと思ってる。 はい。ということで、どうも皆さん、こんばんは。こま団子です。えー、今回は怖い話を4つ読ませていただきました。はい。えー、最初は、月、教室に行った筆者さんのお話でしたね。<laughs> なんで今そんなに間を空けて言ったのかわかんないですけど <laughs>。その筆者さんが見たと言われているその手が、まあ、 なんかそういう、なんか悪意を持って、なんかそのつらら落としてそうな感じがして、いやなんかすごい嫌な話だなって思いましたね。もう体とかじゃないんだよね。体とかじゃなくて、もうピンポイントに腕だけを出して、で、こうやって、なんかそこでこう暴れて、つらら落とすみたいなさ、うん、なんかその、エネルギー少なめで、 ねえ。<laughs> まあ、わかんないです。その、まあ、手だけ出す方がエネルギー少ないのか、まあ、全身出す方がエネルギー少ないのか、まあ、よくわかんないんですけど、まあ、なんか個人的にはその、エネルギー少なめで、えー、その出現して、手だけを出現させて、その嫌がらせをしてるっていう感じが、して、なんか嫌だなっていう <laughs>。 ねえ、まあ、本当大事に至らなくてよかったですけど、うん、まあでも骨折だからね、まあ、重症だよね、うん。まあでも亡くなんなくてよかったなと思いますけど、そのツララが落ちた人ね。しかもそのツララがね、その先っちょから落ちるじゃん、普通ね。でも根っこの方を頭にして落ちてくるなんてことは、見たことがないよね。うん、だからまあ、恋でやってんのかなっていう。 感じでしたけどもね。うーん。まあ、何なんでしょうね。真っ黒いっていうのも、なんかちょっと一つのポイントっぽいですけどね。まあ、何なんだろうな、みたいな。まあ、前にもそういう、まあ、スキーのお話読ませていただいて、まあ、思ったんですけど、スキーだっけなんかの話読ませていただいて、思ったんですけど。いやー、スノボやりたいよね。うーん。 スノボをさ、もう何年やってないもう10年ぐらいやってないからさ、久々に行きたいなって思いますよね。スノボ超楽しいよな。さあ、そして2話目は、えー、覗き込んでくる生首のお話でしたね。いや、この話も怖かったし、なんか面白いなって <laughs> 思いましたね。面白いなっていうかさ、あんま聞いたことない感じの話だったんで、 代々その部屋を使ってる人たちのもとに現れるっていう。なんか、まあ、その部屋に曰くがあるのか、まあ、何なのかっていうところですよね。で、その撃退方法も面白いなーって思いました <laughs>。まあ、電気で撃退みたいなさ、おじいちゃんとか、あの、お父さんとか、まあ、躊躇せずにそれをやるのがすごい、すごいよね。 まあでも生首の時点でもう生きてる人間じゃないっていうのが瞬時に察知してそういう行動を起こすんでしょうけど <laughs>、ね、これがね、生きてる人相手に瞬時にこう、なんか怪しいなと思ってバリ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 ってやり出したら、ただのやばい人ですけど <laughs>、っていうか犯罪ですけど <laughs>、まあそういうことではないと。生首だからこそ、速攻で勝負に仕掛けたと <laughs>、いうことでしたね。なんかでもその生首の人も、 怖がらせようとして出てきてるっていう感じはなんかあんまりしなかったなって思うんですけどね。なんかどちらかというとコミュニケーション取りたいというか、まあ、なんかメッセージ性があってとか、もしくはまあちょっとお話ししたくてみたいな感じで、ちょいちょいその世代が変わった時ら辺に出てくるのかなみたいな。なんかちょっとこう、様子を見に来てるというかね。まあ、そういう感じなのかなって思いましたけども。 まあ最後は土砂物をかけられて逃げていったと <laughs>、いうことでうーん、まあすごい、まあね、まあ申し訳なかったな、みたいな感じでおっしゃってたと思うんですけど、筆者さんもね、まあ状況が状況だからまあしょうがないよな、みたいな <laughs> 感じの、何とも言えないラストを迎えたお話でしたね。うんすごい興味深いお話でした。 さあ、そして、三、えー、つ目は、えー、肝試しのお話でした。うん、まあ、これも非常に興味深いお話でしたね。M さんは、まあ、そこに何がいて、で、これからどういうことが起きるのかっていうのも、なんか知ってるような素振りでしたよね。まあ、予知夢も見るって言ってたんで、その当日のことをもう夢の中で、えー、見てたんじゃないかな、みたいな。 あの、事前にね。で、こういうことが起きて、まあ、こういう顔してすげえ怖がる二人みたいなのを、予知夢で見てたんじゃないかな、みたいな感じに思ったんですけど。あとは、その廃墟入った時に、その生活感がある感じだったのに、えー、一回その外に出て、もう一回入ったら、もう中は荒れた状態だったっていう。 そういうカーペットとかぬいぐるみもなかった、みたいなね。うん、それもすごい不思議だなって思いましたし。まあ、お母さん、お母さんって2階に向かって女の子が、女の子の幽霊が、えー、お母さんをね、呼んでましたけども、お母さんがやってきたらどうなってたのかなみたいなね、感じにもちょっと思いました。お母さんがなんとなくそのラスボスみたいな感じでめちゃくちゃ怖い、 なんか、あれなのかなみたいなさ。で、女の子はいつもそうやって肝試しとかで、えー、そこに来る、えー、人たちをお母さん呼んで撃退してんのかなみたいなね、うん。そんな感じにも思いましたね。だからよくそういうまあ心霊スポット化した廃墟とか、ね、もう生きた人間が住んでないんだけど、亡くなった人間が、えー、亡くなった まあ人間、まあ幽霊が、ええー、まだその場所に住んでいるっていう物件もあるってよく聞きますよね。うん、だから今回は本当にそんな感じで、まあ家に泥棒が入ってきたみたいな、まあ不法侵入者が入ってきたっていうので、まあ女の子は、あの、まだ自分が生きてると勘違いしてるというか、まあまだ自分が生きてる時のままで、まあだからこそ、あのー、 幽霊でありながら怖いと思って、まあ、いつもお母さんを呼んで撃退してんのかなみたいなねうん亡くなったことに気づいてないのかなっていう、まあ、そういう感じは思いましたねだからまあそういう場所って何があるかわかんないし、まあ、昔何が起こったのかもわかんないからまあそっとしておくのが一番なのかなっていうふうには思いますよね、うんまあ、そういうところあんまり入んない方がいいんじゃないのかなっていう のはあの再度思いましたさあ、そして最後は、えー、地球人の子だ、みたいな、えー、宇宙人っぽい、宇宙人なのかなわかんないですけど、えーまあ、おじいちゃんに囲まれるというお話でしたね。いや、これ、あのー、面白いながらも、実際自分がそういう立場になったらすげえ怖いだろうなって思いながら <laughs> 読ませていただいてました。 な、おじいちゃんたちが、な、なんなんだろうね。まあ、地球人の子だっていうぐらいだから、まあ、宇宙から来た人なのか、それとも、地球が亡くなった後の未来から来た人間なのか、みたいなさ、<laughs> ま、なんか、いろいろ考えたりもしたんですけど。まあ、でもよくさ、なんか、なんだろう、でも、どういう場面でそれを言うかね。う、まあ、おじいちゃんたちもさ、 まあ宇宙人とか未来人とかだったとして、まあ別に珍しくないもんね。そのもう日常生活に地球人として溶け込んでるなら別に今更は地球人の子だっていうこともないしね。うん。だから、なんだろうね。まあ、あのおじいちゃんたちの立場からしてもちょっとよくわかんないし、宇宙人とかだったらもっとね、 なんだろうあのー、静かに潜伏してる。まあ、地球人になりきって潜伏してるっていう感じには思うので、そんな目立つようなことやるかなっても思うし、たった今地球に降りてきたとしても、まあでも、なんで銭湯入ってんのかもわかんないしね。すべての状況がよくわかんない。で、えー、本当にさ、なんかその人々の記憶からなくなってる。 お母さんとその同僚の M さん、そしてお兄ちゃんからで、その時の記憶がなくなってるということで、それもなんかすごい不思議だなって思いましたね。あのー、映画のさ、メインブラックみたいにさ、ああやってなんか器具みたいのを使って、一回ピカッて光ったら、あの、記憶、今見た記憶は飛びますみたいな、そういう装置でもあんのかなって、なんか思いましたよね。 ということで、えー、本日のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただきありがとうございました。はい、そんなわけで今回もここまで動画見ていただきまして誠にありがとうございました。えー、この動画が少しでもよかったら評価そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。 この動画の概要欄には、今回お話を読ませていただいたサイト様の URL、えー。そして、僕の LINE、TikTok、インスタ、Twitter などなどの URL。最近さあ、Twitter じゃないね。X って言わなきゃいけないね。X 全然つぶやいてないんだよね。本当、たまにしかつぶやいてないんですけど。<laughs> まあよかったら見てください。はいえー、では、また次のお話でお会いいたしましょう。ごま団子でした。 おやすみなさい